グラタンとかどう？どうぞ。うん。ん？何何何？え、何何何？心臓発作？え？苦手。そんなんなるん？心臓キューなるほど嫌いなもん。グラタンが珍しい。あ、すいません。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 あ、悩んでる。あれや。あ、銀や。こっちに語りかけてくる。そのタイプもあんねや。今、なんだやろ。カーテン閉め切ってるか分かれんや。晴れかな。おー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 。ですが。あー。まあ、いいんちゃう相性。うん。ニュース仲間で。同じニュース多分2人とも出てたやろ。共通点はあると思うで。そうですか。うん。もっと仲良くなれる、ね、ということですね。もっと仲良くなれると思う。こんばんは。こんばんは。背中がかゆいです。ああ、書いてあげよう、書いてあげよう、そんなの。何？背中書くがゲームになるの？背中を書いてあげましょう。ヒントを聞いて、かゆいところを探し出してください。チャンスを6回やる。なるほどな。右上。もうちょっと上。ああ、ここ。もうちょっと上。首。もうちょっと右。肩。もうちょっと下。ここ。もうちょっと左。ここ。うん？なんやねんな。いや、こっち。ピンポイントすぎるやろ。ケイタのこともよく知らないのですが。ああ。私とケイタとは気が合いそうですか？まあ。まあ、得意なものを買っているという点では共通点はあるね、確かに。片や妖怪、片や不倫仮面。相性バッチリだと思いますよ。そうなんですか。うん。ちょっと気になってきました。お、ちょっと気になってきました。作るか。難しいなぁ。まあ、流行りも取り入れていく？やっぱこう、あれやん。今なんか、犯罪者マンションみたいになった。犯罪者というか、前科者マンションみたいにちょっとなりつつあるから、原田龍二作る前何やろうとした？あー、原田龍二さん作る前は、えなりかずきさんを作ろうと思ってました。この人ってどっちなんやろ？男子が性別。ちょ、当ててみて。まあ、多分、まあまあ男性やと思う。髪の毛はない。眉毛もない。で、目が、これで、鼻がね、合ってないようなもんみたいな感じかな。だろ？口は、あ、これはぴったりや、お前。作ってこれと言わんばかりにパーツが揃ってた。あの、こっちかも、ほんで。あー、まあ、これはさすがに当たってるね。ウケツさんですね。最近変な家で流行りの。このマンション、なんか、変。言ってくれるかな？栗原さん、電話してくれるかな？あ、ぽい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 。行動はね、ゆっくりです。受話器取るのもゆっくりです。言葉はマイルドマイルド。あんまストレートには言いません。表情クール。バリバリクール。考え方はね、割と慎重よ。楽観的な人だったら変な間取りを見て、ああ、まあこういうのもあるからで終わるからな。はっきり。迷うなー。変な家の時とかの動画の時は割と常識人ポジにおるけど、あの、おせち。おせちでこっち全振りなんよ。まあ、この辺かな。まあ、この辺で行ってみるか。そう。プール系、シーン型。渡ってるかも。限りなく控えめなタイプ。思ってること、かよりに出ることもなければ。ないない。口に出すこともほとんどない。でも、シーンは強い。あ、強そう。口調が淡々として、淡々としてる。注意深いし。論理的やし。トヨタ議員。トヨタさんよくな、困りごとしてるな。どうしたの？こんばんは。なんかある？悩んでいる時に使う言葉か。一文字足りんな。いや、まあ、これでいっか。いろいろあるし。まあ一旦それで、うん、まあ行くか、もう一発。誰を作ろうかね。まあ、えなりかずきさん作ろうとしてたから、えなりかずきさん作るか。よしよしよし、あーずきと来て。え、どうなん、俺知らんわ。俺全然知らん。なんかイメージで言っていい？こんな感じ。あ、ドライ系、新しいの来た。自信家、形式的、負けず嫌い、短期、ズバリ言い切る、正解のことある、テキパキ型、強気に頑張るタイプ、目標が高ければ高いと思える、少しおっちょこちょいな面も。よしゃい、なりさん。あ、なんか透明で見たらより似てんな。あ、ピカチュウなんか悩んでるやん。わかるっすか？おー、手出す、そこ。まあまあ、うん、やっぱ人生一度きりやから挑戦はいいと思うよ。うん。そこ手出すか、お前。結構あれよ。アドベンチャーよ。こんばんは。こんばんは、ぬくみずさん。不倫仮面と友達になりたいです。
まあまあ友達、うん、友達の幅は広くて いいと思うから、真面目な話、世間話、まあ世間話してたらいいんじゃないかな。マジで似てんな。うん、友達になれるかな。まあ同じ俳優、え、俳優なんかな、むくみさんって。あ、よかった、友達になれた。あ、よかった、よかった、よかった。あ、ぬくみずさん、どうしたん？人気ランキング。ランキング掲示板で、あ、なんか新しいの来た。ランキングが発表されたのようです。さまざまな人間関係がうずまく6等で。ドピュッと。あ、ぬくみずさんにごめん、ドピュッと言ってほしくないな。人気ランキングは、でもそれで多分リリちゃん1位ちゃう。一回見てみる？みんなリリちゃんと友達になりたい言うからな。ですよね！リリちゃん1位のピカチュウが2位で、ケイタが、あ、ケイタ意外と下とかにやってんやな。あ、俺意外と5位食い込んでんや。一番下は来たばっかやから、そう、この辺みんな来たばっかやもんね。あ、お腹すいたん。ラーメンどう？いただきます。うん。さらことね。あ、結構美味しかった。おーおー、意外と。あ、ラーメン一番人気あって、好物。あ、それは言葉でお願いします。の、一人でやりきれるの？もちろんこれよ。ちょっと誰も通じてなかったのがショックやけど、俺これ。はてなはてな、一人でやりきれるの？どうぞ。言葉バレる。やっぱそれよ。デミママといえば。さあ、誰しろ作るかー、ほら。まあ、えなりかずきさんと来たら、一応作っとく。泉ピン子さん。これはね、えなりさん作ったんだったら、泉ピン子さんは作らないといけないだろうと。キビキビストレートクール、こんぐらい、あきり。まあ、割と常識じゃん、これ。よし。ドライ系、あ、ドライ系やって、また。自信か、形式的負けず嫌い短期、ズバリ言い切り性があることある。おいおい、当てるね。毒舌でも割と。バリバリ型、厳しいリーダーなタイプ、これだと思うことに全力で取り組む、理想と現実のギャップに悩むこと。おお、おお。あ、見える見える。ピンゴさん来た。今、まあまあ、一応やっとく？泉ピンゴさんと、えなりかずきさん。まあ、一応ね。おお、まあまあまあ、うん。こういいかもしれない。俺！いやー、やっとなんか、久しぶりやな。あ、ぜひお願いします。何でもいいですけど、見つければ面白い話。うん。あの、何秒でとかその辺の話、すごい僕大好きなんですけど。お前、部屋もクソも、キモ全部。全部キモ、お前。歩くの遅いしさ。友達でる。不倫の手ほどきを。不倫の手ほどきをお願いしますね。僕に。友達になれる？なんで俺こんな友達できへんのな。おかしくない？なんで？なあ、お前、なんでこんなに俺に友達、お前、ちゃんとせえよな。そのキモい服まず脱げ。新しい服が欲しい。あ、いいっすよ、新しい服。買うてくる、買うてくる。なんやろな。セラ服行ってみる。セラ服行ってみる。はいはい、あった。どうぞ。生着替え、あずっす。あ、似合ってる。え、うん、あんま着れなかった。でも似合ってるよ、すごい、うん、微妙なクッキー。あ、適色な方見てみる。泉さんはお願いします。もう女優業やってたけど、少々お待ちください。はい、おお、え、撮るつもり、え、ドクター X の次の主演撮るつもり。えなりさんはお願いします。少々お待ちください。少々お待ちください。どうぞどうぞ。あ、社長さん。おお、なんかまあ似合いそうかも。あれ、原田龍一さんとかってやったっけ。やってへんよな。お願いします。お願いします。少々お待ちください。俳優か変態仮面か不倫仮面か。カリスマ美容師。サービス業でありながら客を選ぶなら全体何して。ゼミママは、お願いします。ゼミママはママから。少々お待ちください。もう何でもできそうやけど、なんか万能って感じはする。あ、芸能人マネできそうできそう。何これ。お、なんか緑。一緒に遊びません。ああ、遊ぶ遊ぶ。そういうのあんねや。尻文字クイズ。久々。そうなんすか。尻文字で何と書いているかです。4つの選択肢が当ててください。問題は3も全部正解できるかな。尻文字は全てひらがなです。なるほど。尻文字クイズ第1問。よく見るか。1文字目、うん、
おーやな。やった、お。あ、お守りかな。あ、お守りや。よし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 。もうこんなんす、楽勝よ。まあ、松茸かな。これなんやろうけど。まあまあ、できますよ。う。モテないのとモテすぎるのではどっちが幸せなんでしり文字してるときに何考えてんねんお前。さて答えはどれでしょう。うちわやな。答えはうちわで。よしよし、え、これ正解したら何かあるんかな。めっちゃ笑われた。おめでとうございます。ありがとうございます。一つだけあげます。おう、どれか選んでください。おむすびコロコロのやつ。おむすびコロコロの弦に入れた一番小さいのが一番いいやつよ。絶対右の方が良かった。あ、これがお宝なんや。お宝たくさん集めてコレクションしましょう。集めたお宝は市役所のアルバムでチェックできます。質屋さんがオープンしたらお宝を売ってお金に換えましょう。売ってもアルバムには残ります。なるほどね。さてゲットすんのや。悩みある。なんかあ、ケイタ友達なの。あ、いけんちゃん、ほぼ妖怪みたいなもんや。これマッチせんことないやろ。あ、ですよね。これはもう友達になるわな。うまくいきました。よかったね、ピカチュウ。うん。いや、よかったよかった。あ、レベルアップした。あ、言葉あげる？チュー。あ、いいやん。あ、いいね。あ、やっとなんかまともな言葉をもらったな。ピカチュウ。あ、似合う似合う。すっごい似合う。こんばんは。こんばんは。嬉しい時に使う言葉も教えてください。嬉しい時に使う言葉。ピンピン直ったらいいか。便秘治った。便秘治った。うん。便秘治ったです。わかりました。嬉しいもん、嬉しいもんね。お腹が空きました。グニムシュどう？いただきます。うちの名物の郷土料理というか。お、あ、結構美味しかった。あ、お、え、グラタン？グジョ、俺すごいね。好物当てんの、うますぎん。なあ。催眠術、どんだけ催眠術セットもらえるの俺。使ってみる一回。ちょっとだけに使ってみる。一回使ってみる。使ってみてください。任せて。コインを揺らして削いだ銀を催眠術にかけましょう。あなたはてんだんねむぐなる。あ、見てる見てる。やっぱこれ寝てストレス発散させないとあかんからな。うん、寝るのがやっぱ人間一番こう心の健康保ってるから。おい、うまっ。トヨタ君はすっかり眠ってしまったより、せっかくなので夢を見せてあげることにしましょう。どの夢にしますか。一度見た夢なら見せることができます。この胡椒をやってみる。ん、ん。え、マジで。何罰これ。新しい刑罰やねんけどな。人にハゲって言ったらこうなりますよ。皆さんね、気をつけてください。スキルバーでやれんかな。まあ、こんぐらいで許してやるか。どう、いい夢見た。スッキリしたらだいぶこう鼻の通り良くなったんじゃん。今何してました。寝てたよ。ぐっすりスースや。他のやつあげてみるな。え、じゃあ木村さんにオルゴールあげてみていい。もう使い捨てカメラ、え、これいいんじゃん。これあげてみようぜ。どう、ちょっと撮ってきます。あ、お願いします。わあ、楽しみ。何撮ってくれる。木村さん、こんなのが撮れました。何撮れたん。実写。実写な。え、なんかベランダで育ててんの。これ木村さん家のベランダ。え、これ木村さん家のベランダですか。故郷。100点100点。うん。当たり前やん。こんばんは。何ですか。お腹ね。任せてよ。グラタンとかどう。どうぞ。うん。ん？何何何？え、何何何？心臓発作？え？苦手。そんなんなるん。心臓ギューなるほど嫌いなもん。グラタンが珍しい。グリーンカメさんに使ってみる。うん、オルゴール。あ、待って、お風呂セットどう。あ、お風呂セット
わ、木村さんにあげたい、これ。ちょっと待って、一旦どうなるか見よう。一旦どうなるか。うん。開けてらっしゃい。おう。うわ、ちょ、待って。あげに行こう、後で。いいお湯でしたか？さっぱりしました。え、そこまで、ここまで裸で戻ってくるん？脱水所とかなかった？やっぱ原田龍二裸に。やっぱ裸が似合ってたな、確かに。よし、お願いします。お願いします。あー、ありがとうございます。 あなたも不運の歌をありがとうございます。本当に今日はこれでいいや。集中力上がる、多分この曲聴いてたら。いや、素晴らしい。感動しました。あー、素晴らしい、ありがとうございます。ありがとうございます。湯だめしないうちに早くお着替えなさってください。いや、ありがとうございます。あんまこの姿みんなに見せたくない。あとで一人で見るから、やめて。あんまジロジロ見ててミスタービーストの夢で、ごめん、ちょっとミスタービーストの夢だけ見ていい？ミスタービーストの夢ちょっと気になる。うん。ねえねえ、聞いてんよ。でしたこの前、うん、また波やな、クボを食べたよ。クソ、どうでもええ。